吉田家は、浦部氏の流れをくむくげ。価格は、繁華。京都室町工事にあった自宅の敷地を、足利義満に譲ったことで知られるかそ、吉田健広氏は、吉田神社の社務であることにちなんで加盟を、吉田とした。この健広氏は、神議大福や自重を務め、浦部氏として、初めて苦業に上った。五代、金友は、唯一神道を創始。 既存の伊勢神宮系の神職と激しく対立しながら、五土三門天皇を信者に得て、勢力を拡大して、神儀官僚長城という新称号を自称した。以後神儀伯の白河家を駆逐して、全国の神社に対する支配を広げていった。九代、金見に至って、織田信長の推挙により、同情家の価格を獲得した。この絵先久に彼へとして使え、 明智光秀と深い信仰のあった、金見の日記、金見狂記は、職法政権記の研究に必須の一級資料となっている。新職における吉田家の優位は、江戸時代になって、漢文5年の書舎年期官主ハットで確定する。歴代当主は、人義官僚長城を称し、聖人義大福を極意極官とした。江戸時代の家録は百六十国。明治維新後は余儀が、 支者に除せられた。文家として、江戸時代初期に、萩原家が出ている。吉田神社吉田家国立歴史民俗博物館の、急高給料取調べ帳データベースより算出した、幕末期の吉田家料は、以下の通り。ありがとうございます。